ポートフットボールクラブは、太陽国の首都バンコクのクローントゥイクに、本拠地を置く、サッカークラブである。2015年から会長を務めるヌアンパンラムサム1967年に、対抗案公社によって、ポートオーソリティオブタイランド FC として創設された。創設初年度から、コーロイヤルカップに優勝して、リーグチャンピオンに輝いた。 1968年から1979年までに6回のリーグ優勝を果たした。またカップ戦のクイーンズカップにおいても4年連続優勝した。1996年の大プレミアリーグに創設時より参加。1999年には優勝したタイエアフォース FC と勝ち点差で並びながら特殊点差で2位に終わった。これは プレミアリーグとなって以降のクラブ最高順位である。2007年と2008年は会に沈み、両年とも勝ち点差わずか1で降格を免れた。2009年、リーグの規約改正に伴って、クラブを株式会社化してタイポート FC に改名した。ホームスタジアムをパッドスタジアムに移転したこの年には、タイ FA カップを初制覇して16年ぶりに、 タイトルを獲得した。2012年 TPL16 位で初めてディビジョン1に降格してしまう。クラブ名をシンタールア FC と解消した2013年はディビジョン1を2位で終え、1年で TPL 復帰を決める。2015年ボート FC に改名。この年保険会社無安泰インシュアランスの社長兼 CEO である。 マダム・ペーンことヌアンパン・ラムサムが対抗案公社からクラブの経営権を取得した。ヌアンパンはカシコン銀行を創業したラムサム家の5代目の子孫で対民主党事務総長補佐やサッカー対王国女子代表のゼネラルマネージャーも務めた人物である。最初の年は再びディビジョン1に降格してしまうが、翌2016年には最初を獲。2017年は タイリーグ1で9位に止まったものの、2018年は、クラブ史上最大となる勝ち点61を積み上げて3位で、シーズンを終えた。2019年もリーグ3位になったほか、タイ FA カップ決勝で、ラーチャブリーミトポンを1から0で下して2回目の優勝を果たした。2020年、ホームで1月21日に行われた。 AFC チャンピオンズリーグ2024戦2回戦でフィリピンのセレスネグロス FC に0-1で敗れ国際舞台での戦いは早々に終了した。翌2021年の AFC チャンピオンズリーグ2021はグループステージからの参加となったがグループ J で3位となりラウンド16には進めなかった。 2021年9月27日、マダム・ペインの児娘のヌアン・ワン・ラムサムがクラブの副会長に就任した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。星印は外国人選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。